河童伝説が残る久留米市田主丸。かつてこの町に筑後の生きがっぱと呼ばれた男がいました。今夜はおよそ60年前に彼が開いた鯉料理屋をご紹介します。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはスポーツハイブリッド仕様を追加したホンダステップワゴンスパーダ。筑後川からほど近いコイノス本店は1954年創業の川魚料理専門店です。初代店主上村正夫さんは素潜りで鯉を取る名人で、鯉取りマーシャンの異名で全国に知られていました。74歳まで現役を貫き、現在は孫の正秀さんが店を引き継いでいます。今が旬の鯉、鯉の巣本店の洗いは味に臭みがなく美味しいと評判。ここでは酢味噌ではなく三杯酢でいただきます。自家製味噌で煮た鯉コクは優しい味。鮎の塩焼き、うなぎのせいろ蒸しなど川魚料理盛りだくさんの男気セットがおすすめ。この時期は珍しい寒ブナの洗いも絶品です。コイノス本店へのクルーズはホンダステップワゴンスパーダ。後ろが狭くても荷物をさっと積み込める、横にも縦にも開くワクワクゲートは使い方の幅を広げます。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。